あの少女が壁の倍もある巨人を倒したって。ああ、多くのオルブノク住民が目撃してたんだ。あんな小さな体で我々を巨人から救ったのか。影の王である父親の暴走を自らの手で沈められたのだ。我が壁の真の王よ、ヒストリアド。私が巨人にとどめを刺したことにしてください。そうすればこの壁の求心力となって情勢は固まるはずです。まさか本当に仕留めてしまうとは。待てよ、本当にやんのかヒストリア。うん、やる。ありゃミカサの冗談だって。そうだろミカサ。殴った後でこう言ってやればいい。殴り返してみろって。お前な、別に恨んでねえならやめとけよ。こうでもしないと女王なんて務まらないよ。いいぞヒストリア、その調子だ。ありがとうな。